な、みんなは何してる？何？おお、おんぽー！どの街よりも多い路地裏、ここを抜ければ。はい、今回の企画なんですけど、はい、コーラを作りたいと思います。コーラ、コーラってあのコカ・コーラ。はい、あのコカ・コーラです。どのコカ・コーラか言ってもわからないんで説明すると、君が笑えば。作るってどうやって作るんですか？作るって作り方は、はいはいはい。知ってる人少ないんですよ、世界にも。はい。3人しかいないとか、はい。言われてるんですけど、はい。今日はそれで、思いついた企画なんですけど、はい。山本さん、めっちゃコーラ好きじゃないですか。めっちゃ好きやな。まあ、どれぐらいって言ったらね。長年、まあ、愛してきたコーラ。鼻かゆい。鼻がかゆい。コーラを、はい、ヤマトは、多分作れると思うんすよ。僕。ああ、そうやな。はい。なんで、今日は、その、竜炭と、僕対、はい、ヤマトで、はい、その、どっちがコーラ作れるのかっていう。モザイク。オッケーです。勝負していきたいと思います。とりあえず、じゃあ、材料を、はい、調達買いに行きますか。はい。レッツ !Do it!さあ、早速選んでいきましょう。一発目何選ぶんすか？まず、いるのは炭酸作るめんどくさいんで、はい、炭酸水。あ、やっぱ炭酸水。炭酸水から。それはもちろんですね。もちろん炭酸水から入れて、はい、そっから、あの、名前入れるもん。何？カラメルやつ、ね。カラメル？カラメルや。何？カラメルやつ、ね。カラメル作っていきたいんですけど、作れないんで、はいはいはい、でなんかそういう砂糖系ないかなと思って。砂糖系、砂糖っていうかその固まってる固体系みたいな感じで、それでそっからちょっとライムとレモンとか必要なんですけど、はい、それ作る難しいんで、はい、その吸ったりしな、はい、ダメなんで、もうとりあえず砂糖とかから探していこうかなと思います。わかりました。はいはい、今日はコーラ作りということで、まずはベースの炭酸水を買っていきましょう。ビールあるじゃん、絶対これだと思うんですよ。これいきます。レモン、これ大丈夫です。 OK、 これでもほんまにコーラっていうのはあるどこどこの味っていうのはレモンから出てるんで、レモンの炭酸水買うのはね、もう確定です。よし、次は砂糖ですね。砂糖、あれがないとコーラにならないんで、砂糖を買っていきたいと思います。量はいらないんで、ね、砂糖、え、はい、炭酸水見つけたんですけど、はい、これレモン味なんで、はい、これでいきます。もうレモン先に、レモン先このまま、はい、こっちを押しといて、いっちゃいましょう、はい。これザラ糖とかね、これがいい。これでいきます。はい、これで、はい、はい、とりあえず今これですね。とりあえずカラメル代わりのやつと蜂蜜と炭酸水です。なるほど、はい、これでもうコーラ、はい、作っていきます。はい、どれいきましょうか。これでいいですかね。これでいきます。はい、ベージュの板チョコ買いましたね。これでいくか。よし、これでいけましたね。はい、砂糖、コーヒー、チョコレート入れます。 OK、 それではレジ行きましょう。はい、
じゃあ買ってきました、はい、まだお互い材料知らん状態ですね、はい、それではじゃあせーので出してもらいましょう、はい、いきます、はい、せーの、あれ、んまずオッピー部長の方が蜂蜜、蜂蜜と炭酸水のレモンとこれですね、はい、大和がイラハスの炭酸水レモン、おお、ほんで、ブラックコーヒー、おお、でメイチの板チョコ2枚、なるほど、これでやっていくと、はい、それではじゃあ別チームだから初めに片方のチームが作ってから片方のチームが作ろう、はい、じゃあじゃんけんで、さあ仕上げる、じゃんけん成功で、はい、じゃあ大和さんから、はい、僕ら待っとくっすね、はい、お願いします、はい、はい、じゃあねやっていきたいと思います。まずねこのヒラスが左右で混ぜるんで、はい、チョコレートを溶かしていく作業から始めていきたいと思います。おらじゃーじゃーチョコレートを溶かすことができました。じゃあまずコーヒーを入れます。どれぐらい色が変わるかですね、これで。あ、でもいい、だいぶいい、だいぶいい、え、色がこうや、よし、きた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 、これを求めてたやつ、ねえねえ、怖い怖い怖い、液状化してる、来てます、来てます、来てます、あとはもう大量さんとぶち込めるでしょう。完成です、持っていきましょう、できました、え、俺色はコーラ、こちらです、それでは次そちらチームお願いします、はい、それではコーラ作っていきたいと思います、はい、でもほんまにコーラって作れないんで、はい、見せるだけなんですけど、味を、味を、味を見せるだけ、はい、調合もこれに調合していきたいと思います、普通に、はい、挟みたい、カラメルのこの変わり絵ちょっと買ってみたんですけど、はい、これ砂糖を加熱したものなんで、はい、もうこれも直接入れたらできるから、あ、なるほど、入れちゃいましょう、じゃあ入れちゃいましょうか、こう入れる、いけるやろ、どの町よりも多い路地裏、ここを抜けれ、これは予想しなかった、開け口って言われんの、赤い、
どの街よりも多い路地裏、ここを抜ければ。来るぞ、まだ待って来るぞ、馬なんだから。どの街よりも多い路地裏、ここを抜ければ。完成です。はい、はい、それでは完成しました。はい、こちらですね。ヤマトがこれで俺ら、ま、ちょっと分離してたんで、この前オンピムチョがこれですね、はい、これです。うわ、なんか浮いてるって、やばい。大丈夫、これはただただあのやばい、ココアの上にもなんか浮いてるやろ、それと一緒。これ判定は、判定はじゃあ、審査委員長の牛タンからね。ガチで。はい、じゃあこっちに来てバリ怖い、牛タン、じゃあこれお願いします。はい、はい、バリ怖い、バリ怖い。まず炭酸がどうかあるか。はい、うぅぅ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 ぅ。お願いします。お匂いがそんな出てうぅぅぅぅぅぅぅ。行くで、うん、ちゃんとな、ごっくんって。あ、でもあ、でもほらそらそうや、コーラどんだけ好きか知ってる、これ全部いっちゃう、飲む。なるほどね。はい、次ね、次じゃあ、はい、こちらでチーム大きい、はい、これいきます。炭酸ドヘッしかやってない。もうコーラに炭酸なかったらね。あー、決まりました。お早いっすね。はい、美味しかった方、真剣に、じゃ美味しかった方じゃない、近かった方、はい、コーラに近かった方いきます。はい、こっちです。ガチ、イエーイ。見た目はバリ飲みたくないけど、こっちの味はまだ近い。炭酸も残ってるし、だ、うん、メイドインコーラ。俺がコーラの。どの街よりも多い路地裏、ここを抜ければいつもこいつ。